広島市は今年5月、平和記念式典に伴う入場規制のエリアを、これまでの原爆慰霊碑など平和公園南側一帯から原爆ドーム周辺を含む平和公園の全体に拡大すると発表しました。入場規制中、平和公園内に入るには手荷物検査を受ける必要があり、プラカードや拡声器などは持ち込みが禁止されます。原爆ドーム周辺では去年の8月6日、8.6 広島大行動実行委員会が主催したデモに参加した5人が、式典の対応に当たっていた広島市の職員に集団で体当たりするなどの暴行を加えたとして逮捕・起訴されています。この問題を受けて広島市は警備体制などを見直し、入場規制エリアの拡大に至りました。平和記念式典に関連して、幸いにもですね、それほど大きな、怪我とかそういうことにはならなかったですけど、そういう暴力的な行為が行われるっていうことはですね、市としては看過できないものだと思っておりますし、当然二度と起こさないように主催者としては努力しなければいけないことだと思っております。入場規制エリアの拡大を発表すると、市にはさまざまな意見が届いたといいます。いろんなご意見の方がおられて、賛否ありまして、表現の自由が阻害されるじゃないかっていう方もおられるし、逆にその安全対策としてこういうものをしっかりやってほしいという意見もたくさんいただいているところでございます。規制エリアの拡大に賛成する市民団体の代表は、広島市の判断は全く正しいものであると理解します。でこれが起きた以上は厳格な対応をするという広島市の対応が当然のことをなさっていると。一方、去年原爆ドーム前で集会を開いた団体は市の意向に反対しています。今回の入場規制は8月6日の原爆の日に戦争反対の声を原爆ドームの前で上げるということを公権力の力で禁止していくっていうことなので、これ自身がやっぱり戦争の始まりそのものっていう問題だと思いますので、私たちはこれを絶対認められないし、この規制に対して一歩でも引くということはもうないっていうことですね。今年も原爆の日は入場規制中の午前7時から原爆ドームの前で集会を行う予定だといいます。平和記念式典での入場規制エリアの拡大、原爆ドームを訪れた人々の声を聞きました。原爆ドームっていうのは私たち日本人だけじゃなくて世界的に知られてるアイコンだから、そのアイコンと、みんなのこう意見とかマッチして、より強いメッセージ性が世界に対しては発せられるから、ここでちょっとできなくなっちゃうっていうのは少しそのインパクトが弱まってしまうから残念かなとは思いますね。自分の意見を伝えることは全然ありだとは思うんですけど、そういう式典の最中にやるのはちょっと違うのかなって自分は思います。ではここからは平和記念式典の入場規制拡大の詳細についてスタジオで解説します。熊本記者、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では改めて8月6日の午前5時から午前9時まで行われます平和記念式典の規制拡大について地図を使って説明していきます。はい、まず去年なんですけれども、ここの緑色のエリア、平和公園の南側で入場規制が行われていましたが、今年はこの黄色のエリア、平和公園の全体ですね、原爆ドームを含む全体で入場規制が行われることになります。はい、で入場規制のエリアにいる公園の利用者の方は6日の午前5時に一度外に出るように要請されます。なるほど。じゃあ午前5時以降はしばらく平和公園の中に入れなくなるということですか？そうですね、午前5時から午前6時半までの間は平和公園の中で不審物の確認とかを行うために、一旦利用者の方全員外に出る必要があるんですけれども、ただ慰霊碑への参拝は、その午前5時から午前7時の間可能になっています。はい、
でこちらですね、午前5時から元安橋の東詰めから一方通行で慰霊碑の前を通るルート、これ手荷物検査の必要もないんですけれども、このルートが開放されていますので5時からも、慰霊碑の参拝はできるという形になります。でですね、この午前、6時半からは、平和公園全体入れるようにはなるんですけれども、この6つのゲート手荷物検査を受けてからでないと平和公園の中に入ることができなくなります。で手荷物検査なんですけれども、危険物はもちろん拡声器やマイクで大きな音を発するもの、またプラカードやビラ、のぼり、横断幕といったものは平和公園の中に持ち込みができなくなります。でですね、入場、手荷物検査を終えた後も、この参列席のところに入るためにはまた金属探知検査を別途受ける必要があります。はい。でまた入場規制中はですね、ゼッケンやタスキ、ヘルメットやハチマキといったものの着用が禁止されたりですとか、またですね、禁止されている行為もございまして、公園内で大人数で滞留して他の利用者の通行を妨げたり、警備のための移動要請に従わない、また規制線や検査場を強行突破するといったことをするとですね、平和公園外への退去を命じられることもあります。でこの規制内容を市が5月に発表してからですね、賛否両論となっているわけなんです。で規制に反対をしている人々はですね、入場規制エリアの中で集会を行おうとしておりまして、当日は会場周辺で一部混乱も予想されております。ね、もう時間によって入れる場所、また検査がある場所というのもまた違うので、それを確認した上で慰霊碑の参拝が必要となりそうですね。でまた8月6日というのはやっぱり大切な、広島にとって大切な一日だと思うので、どうか穏やかに祈りを捧げられる一日になればいいなと思います。ここまで熊本記者と平和記念式典の規制エリア拡大についてお伝えしました。